東口西口。左側の軽自動車が停車している道路の左奥に、バス乗り場がある東口かす原駅は、福岡県かすが市かす原東町一丁目にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅である。駅番号は、T09。島式ホーム2面4線の地上駅である。朝夕には普通の特急の対比及び普通と急行の、緩急接続が行われる。 1970年供用開始の九州初の京城駅舎が長年にわたり使用されていたが、連続立体交差事業の進展に伴い、2018年2月24日より仮駅舎に移行した。仮駅舎は東口側と西口側のそれぞれに改札口と事務室を設置する地上駅で、改札内は古戦橋で連絡している。大方面に渡り線があり、 当駅折り返し列車の設定が可能である。電車の方向幕には、休行春、日原、普通春日原の設定があり2001年1月20日ダイヤ改正以前は、平日の朝に、さらに1997年9月27日ダイヤ改正以前の、休日の昼間には当駅折り返しの普通があったが、2001年1月20日ダイヤ改正以降は、当駅折り返し列車はない。 2019年度の1日平均乗降人員は22,379人。西鉄の駅としては第6位であるが、2017年8月26日に大橋駅が特急停車駅に昇格したことで、特急の停車しない駅では、いじり駅に次いで利用者が多い駅となった。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通り、駅は、 春日市にあるが、駅から東側に200メートルほど歩けば、大野城市に入る。九州鉄道時代は、第一変電所と呼ばれていた。ありがとうございます。